いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田だよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、気分より発売されているごまつゆで食べる豆腐、そうめん風紅茶をご紹介したいと思います。豆腐の美味しさを焙煎ごまを使用したごまつゆで召し上がりくださいという商品です。こちらはカップのまま、水切りで食べれるという商品です。114キロカロリーで、そうめん風は販売30周年となっております。召し上がり方としては、よく水を切ってから添付しているつゆをかけ、よくかき混ぜて召し上がりください。温めて食べる場合は、水をよく切ってから電子レンジで約2分温めます。添付つゆをかけて、よくかき混ぜて召し上がりください。ということです。酵素あたり114キロカロリー、豆腐のみだと85キロカロリーです。炭水化物は 12.4g、糖質が 9.6、食物繊維が 2.8、豆腐が炭水化物が 8.9g、糖質が 6.5、食物繊維が 2.4g となっております。豆腐扱いなんですね、これね。小麦、ごま、大豆となっております。豆腐が 150g、つゆが 15g となっております。はい、小麦、ごま、大豆となっております。なんとカップのまま水切りだけで食べれるというね。これまずこれね、水切りで1、あとこのごまですね。まず1の線まで開けてください。で2も全然まで開けてください。でまず1を開けます。お、全然まで開きます。そして2の電線も開きます。2と書いてます。ここまで巡ります。これが空気穴になります。さあ、そしてこの水切り口である1を投げますと。はい、では投げました。さあ、そしたら、まあ、ここを剥がします。そしてこの添付しているこのつゆを掛けます。よくかき混ぜるな。一応これで完成ということです。食べていきたいと思います。いただきます。うん、あ、おいしい。では上に持っていきたいと思います。また引き続き食べていきたいと思います。これね、うん、これ豆腐の麺だとは思わないよね。美味しい。まあ濃厚な好きな人にはちょっと物足りないかもしれない。いいです。これはね、十分カロリー低いですけど食べ応えがあります。ぜひ食べてはいかがでしょうか。はい、この動画が面白いなためになるなという方はぜひチャンネル登録、高評価、
関連動画を見てくれれば私は喜びます。では